Santa Claus is coming tonight. 聞こえてくるでしょ、鈴の音がすぐそこに。Santa Claus is coming tonight. 待ちきれないで、お休みした子に、きっと素晴らしいプレゼントを持って。さああなたからメリークリスマス、私からメリークリスマス。Santa Claus is coming.もらえた人、はい、お
お、元気な返事が。ね、2回目ちょっと少なかったんだよね。そうだね、また入ってるね。そう、1回目もライブさせていただいたんですけど、その時に配りすぎて、そう、配りすぎて2回あるのちょっと忘れちゃった。そう、忘れちゃった。でもね、全部配り切った。そう、配り切ったよ。やった、よかった。配り切れてる。皆さんの元にお菓子が行き渡りました。よかったです。皆さんよかったら食べてくださいね。食べてください。次の曲はじゃあクリスマスということでイコール冬ということで、冬のオリジナル曲をお届けしたいと思います。スノースノースノー。いつもそばにいたその冷たい手を握るのは僕だった。いつも泣いてたね、そのこぼれる涙拭うのは僕だった。Oh,
で2曲目はクリスマスの雰囲気、そして3曲目は冬の雰囲気ときましたが、次は結構ガラリと曲調が変わります。何でしょうか。すごいドキドキして待っててください。お腹空いたらお菓子食べてくださいぜひ食べてください。お待たせ早かったそうなんです。ここね、さっきリハーサルして気づいて、ここで歌う曲じゃなかったなって思ったんですけどこれをね練習してきたのでね、はい、ちょっとかっこいい感じの曲を用意してきました。聴、はい、いてください。バレンチ。私の未来を巻き込んで恋は走り出した。君の手を掴むんだ。両側から燃える花火みたいだった。視線を離せない。 Oh baby, stay in bed。 どうして出会えたの。どうして私なの。 Boy, I fall in love with you。 この瞬間ミュージカルに出演させていただきます。高島平で、
ホッチポッチという劇場でやらせていただくので、ぜひあの後でこちらでグッズ販売をやらせていただくんですけど、そこでもチケットご予約できるのでぜひお願いします。そして12月23日土曜日はコキピュアエスプレッソライブです。こちらもチケット完売しました。ありがとうございます。そして12月24日日曜日は2017年ラストコキピュアラストのライブです。場所はワロップ放送局にて17時からです。なんとこれはネットでも見れるのでぜひ見ていただけると嬉しいです。16時30分、そうだ、申し訳ないです、30分早でした。いつもより早い時間なので間違いないよ。そう、すいません。ね、詳しくはコッケー PO で検索、 Twitter、Instagram などをやっているのでぜひチェックしてください。フォローもお待ちしています。待ってます。と思います。皆さん、あの私たち曲の中でせーのと言ったらアリスとやっていただけると嬉しいです。お願いします。あと、テレ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 パンパンってクラップを打つところがあるので、ちょっといろんな人を真似しながら、私たちを真似しながらちょっとやってみてください。お願いします。アリスマジック、アリスマジック、アリスマジ特別な呪文。
聴いていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後ステージ右手側の方でグッズブースにてグッズ販売を行いますので、皆さんぜひ来てください。お待ちしてます。待ってます。こちらの方では会場限定でしかない、会場でしかないオリジナルアルバムを販売してます。皆さんぜひ、もう本当にね限定なんだよね。そうなんです、あのねライブに来てくださる方しか買えない。そうなんです。なので久保田さん、ぜひそちらもチェックしてください。お願いします。お願いします。ということでちょっと早いですが、良いクリスマスを。クリスマスを。